州東右京が明かすネット騒然あの WBC 激走の裏側抜けると思った大谷憧れを捨てよう発言もアメリカ代表全員からサイン欲しかった笑 WBC ワールドベースボールクラシック準決勝村上宗隆の劇的打で勝利した裏でさよなら勝ちのホームを踏んだ周東右京の異次元スピードが話題を集めた 周東とは一体どんな人物なのかそしてあのサヨナラ激走の舞台裏とは2018年のソフトバンク入団時から見てきた記者がナンバーウェブに寄稿した全2回の「シャープ #2」シャープ1へ「#1」へ異次元スピードを持つ男周東右京は入団当時から変わらない穏やかな性格でプロ野球選手に多いガツガツさがない 男性にあまり使わない表現かもしれないが「ゆるふわ系」である素顔がわかるエピソード「時差ボケ編」WBC から凱旋帰国した2日後周東が PayPay ペペドームに姿を見せた少し眠そうに見えたため時差ボケはないのかと尋ねると「大丈夫です」と力強い返事しかしその次に午前4時に起きました それを時差ボケというのでは報道陣を大笑いさせた WBC あの激走シーンで考えていたこと帰国後の記者会見で三塁コーチャーだった白井和幸ヘッドコーチが準決勝メキシコ戦の最終回を解雇し一塁走者の周東選手がホームに戻ったわけですけれども三塁コーチャーの私としてはここは周東を三塁から本塁へ回すか止めるか 非常に難ししい場面でした。だけど日本ベンチに30人のランナーコーチャーがいましたので臆することもなく回すことができたそしてさよなら勝ちできたというところが一番印象に残るシーンですと周東の本塁突入エピソードを披露したでは周東自身はあの場面どんな景色が見えていたのだろうか全然全然 ベンチの様子は、見えてないですわら、打球を見ていけると思ったんでひたすら走りました周東は二塁走者大谷を追い抜かんばかりの勢いで失走した大谷が村上の打球の行方を確認してからスタートを切ったのに対して周東はバットに当たった瞬間からすぐにトップスピードでかけ始めていたのだ 僕は一塁にいて横からの角度だったので打球のスピードも分かりましたし練習の時からムネ、村上の打球もずっと見てたメキシコのセンターの動きも確認しながらでしたけど抜けると思ったんで行っちゃいました以下はネチズンのコメントをまとめたものですあの場面村上のヒットを報じる記事はたくさんあったが周東の走塁 打球判断について報じていたのはあまり見かけなかったけど、これは聞きたいところだった。抜けると確信していたんですね。練習から村上の打球見てたとか、メキシコの選手の動きも冷静に判断していて、足が速いだけじゃないと思います。敵にしたら怖い選手です。あの走塁は神走塁やったな。尋常じゃないくらい速かったキャレットアンダーバーキャレット。 おそらくあれ周到じゃなかったら帰ってきてないでしょう周到選手ありがとうキャレットアンダーバーキャレット足のスペシャリストって単に速いってだけじゃなく状況打球守備他の走者などしっかりと把握した上で素早く正しい判断を下して走るんだよねたとえ内野ゴロでも相手野手の方が勝手に焦ってくれるんだからバッティングをもう少し磨けばレギュラーは遠くないんだけどな 選手の足はとっても速い、スライディングもめちゃくちゃうまい、氷の上を滑ってるかのさま。冷静に言えば一塁走者と二塁走者の走り方の違い。二塁走者は打球が落ちてから走るし、一塁走者は打球を自分で判断できるから二塁ベースあたりまで行く。ホームインの時は並ぶように入ってくることはある。 大谷選手も全力ではなかったでしょうし 100m 走ったらどちらが速いんでしょうね鳥肌立った名場面ですあれだけ緊張する場面でのダイソーなのにランナーとして立った時に笑顔だったのがすごいと思いましたし印象的でした出場する機会や見せ場がそれまであまりなかったですがこのような最も重要な場面で出場できて嬉しかったのもあるでしょうね 本人も迷いがない走塁だったようですが、私も見ていてすごく興奮して嬉しかったですね。また、9回以降も試合が続く可能性がある中、当たっている吉田選手を変えて、村上に打たせてシュートをこの回で返して、必ずさよなら勝ちするって栗山監督の強い決意が感じられる交代もすごいなぁと思ったし、周東も感じたでしょうね。 村上と周東二人を信じ切った栗山監督の素晴らしい采配と思いました。牧原が大谷さんのオーラやばくて全然話せず勇気振り絞って写真だけは一緒に撮れた。と言ったのに対し周東は大谷さんは普通だった。全然話せたと言っていて笑った。コミュ力も高いし足も速いし守備も上手いからあとは打撃あれば確実にスタメン取れるのにな。 WBC 準決勝9回裏打者村上のあの場面まさにエンドランのサインが出ていたのかなと思わせる快走でホームに帰ってきましたアマチュア野球では考えられないプロの走塁ですね一流投手の急速や一流打者のホームランは脚光を浴びますがこのような高走塁を記事にしていただきありがとうございます 大谷翔平以外なら抜かれる勢いだだった,、ね、ただ大谷も俊足だから用意ドンからホームインまで距離を詰められてはいないそれくらい2人とも早かったメキシコ戦の最後周東起用はすごいと思うあそこは理屈じゃなかったんだよねひらめきンピューターだったのかもしれないよねそこで村上があの場にぴったりの打球を打つというのもドラマだったね 最後の場面ホームで送球がそれていたので関心が向いてないようだけど周東でなければ送球がそれてなければ相当のクロスプレーになったと思うライナー性の飛球だったので走者は判断が難しい周東の走力判断力それを支えた練習中の準備があったからこそのホームインになったのでしょう 今考えてもあそこでシュートを持っていったのは英断だったねおそらく陸上選手ならもっと速いとか抜かす輩もいるでしょうはっきり言って無理です過去に実証されています投手のモーションもタイミングが合わせられずほとんど盗塁ができませんでしたおそらく 400m トラックは走れてもさらに小回りとなるベースランニングは厳しいでしょうね 周東は打球判断、相手の守備や肩、そして自分の走力を見抜いてベースを駆け抜けているはずです。磯端なら陸上と野球の兼任だったので、周東レベルに離れる可能性あります。足のスペシャリストのように言われるけど、守備のユーティリティ性もあるから侍戦士に選ばれるんですよね。シーーズンンではホームランも何本か打ってるし、 祖父ンでなければ規定打席に到達できる選手ですね。周東選手、素直で可愛らしいですね。なんか気に入ってしまった。憧れて当然だし、野心持ってていいと思うし、奮起してどんどん磨いてみんなを楽しませて、次はスタメンで WBC で活躍してくれたら、もっと好きになる人増えます。とにかく、あの大谷さんが後を振り向いて抜かれそう。 なくらいの速さにに感動は未だに冷めません少なくとも3年シーズン注目しちゃいます子供の頃から鈍足で親からもこき下ろされた人間からしたら足の速さだけはテンプのもので羨ましいったらない加えて両足で滑れるとかベース蹴る時のバランスとか毎年上手くなってるのもすごいあ両足で滑れるは元からか 牧原ファンとしてはマッキーでも切り返ってきたんじゃないかとは思うけど滑った後にジャンプしてヘルメット投げて歓喜の輪に加われたとは思えないのでやっぱりシュートは化け物。